はい、お待たせをいたしました。まず感染状況についてでありますが、画面出してくれる？足元の感染状況ですね、次のページお願いします。全国の新規陽性者数、昨日ですね、1017名ということであります。重症者の方が11名増えて243名と、ここをしっかり見ていかなきゃいけないと思っておりますが、重症者用のベッドは2838確保しておりますので、9% ということでありますから、全国的に見てまだ逼迫している状況にはないということでありますが、宿泊療養も1592人おられますので、ここも全国的には1万8000確保してますから、余裕はありますけれども、特に新規陽性者の数が高いレベルで推移をするとですね、病床を圧迫しないためにも宿泊療養も大事になってきますので、この数字はよく見ていきたいと思っています。次お願いします。今の状況は、全体の病床利用が全体で 26% 台まで来ています。そして重症者もですね、少しずつこう増えて 8.6% まで来てますので、ここはよく注意をしなきゃいけないと思っております。次お願いします。そして沖縄県の状況ですけれども、昨日は60名ということで、あります。病床が337使用しておりますが、県の方で443まで確保できているということで、これでいくと 76% ということになります。それから重症者用のベッドも21ベッド使用していますが、47まで確保しているということで 44.7%、 そして宿泊療養も340確保していますので、ここもまだ余裕があるということですが、繰り返しになりますが、高い数字で陽性者の数が出てくるとですね、推移をすると、宿泊療養も逼迫してきますし、何より病床に影響を与えないようにですね、ここをよく見ていかなきゃいけないということで、あります。そして、沖縄には厚労副大臣の橋本副大臣が行かれ、が現地で、知事とも話をしですね、さまざま調整を行っております。引き続き、高い、もう一度戻してもらっていいですか。高い水準でこう推移してますので、経過感を持ってですね、見ていかなきゃいけないというふうに認識をしています。支援策についてはもう先般申し上げた通りですけれども、病床の確保への支援、特に財政的な支援をして行っています。そして橋本副大臣が15日から行っています。政府関係者の厚労省から他に5人、クラスター班として専門家を4人、DMAP とも行っています。そして特に今看護師さんですね、50名の確保ということで、知事からも私も伺いましたけれども、現地で橋本副大臣が各都道府県とも連携をしながら具体的に調整を進めているというふうに言っております。そして万が一に備えてエクモネットをですね、エクモを使う場合に必要な専門家派遣もお願いをしているということであります。宿泊療養は340室確保ですが、引き続き支援を行っていくということですし、那覇空港では抗原検査を行っているところであります。水際での検査体制を実施をしております。そしてすでにサージカルマスク、 N95 マスクなども一定数届いておりますので、引き続き必要な防具などですね、支援を行っていければというふうに考えております。いずれにしても前のページ戻っていただいて、病床で443、重症者ベッド47、確保しているということで、ありますが、引き続き沖縄県とも我々も連携をしっかり取りながらですね、この病床の確保をしっかりと命をお守りするところをですね、支援をしていければというふうに考えています。そのための必要な人員の確保等ですね、橋本副大臣が現地で中心となって行っているところであります。それから、大阪の吉村知事とも電話会談をいたしました。大阪の状況を出してもらえますか。重症者が72名ということで、次の方がいいかな。
あ、これもオーガニックかな、まあ、これでいいかな、この次かな、うん、大阪の数字、いや次の次数字が入ってる、うん、そうですね、8月16日で新規陽性者147ということで、病床もですね、766確保して、まあ、839まで、あ、ごめんなさい、1257確保して551使っているということで、重症者もですね72名ということで、ここが少し多くなってきております、まあ、東京の25と比較しても多い数字でありまして、188ベッドは確保していますけれども、ここをしっかりと見ていかなきゃいけないということで、あります、病床の確保にですね全力を挙げていくということでありますし、国としてもこの部分をしっかり支援していければというふうに考えています。特にコロナの重症患者を受け入れる病院のに対するですねさらなる支援ということで言われております。これはもうすでに総理も長崎での会見で医療機関のですね、状況を十分に踏まえつつ、必要に応じてさらなる支援も検討したいということで、総理も発言をされておられます。状況をしっかり踏まえながらですね、厚労省中心にですね、しっかりと対応していければというふうに考えています。それから、専門家の皆さんとお話しするとですね、まだいわゆるデータとして、しっかりと整理ができているわけではないんですが、まあ、臨床の現場で、このコロナ感染症の患者さんに対応しておられる現場の声としてですね、かなりこう治療法も定着をしてきているということであります。もうすでに承認をしたレムデシビル、それからデキサメタゾンといった薬もありますし、やはり1回目の経験を踏まえてですね、かなり重症化された方への対応も含めて、こう定着をしてきているという中で、前回の緊急事態宣言の時と比べて、かなりこう改善がなされてきているのではないかということを、治療法が定着をしてきているということで言われています。このあたりデータでしっかり出てくればいいというふうに思っておりますので、専門家の皆さんに引き続きこうした患者の方々のですねデータの整理など分析などお願いをしているところであります。こうした治療法などの定着ですね、かなり学会などでも共有がされているというふうに聞いてますけれども、大阪もですねこういう形で重症者の数が多いですから、こうしたところもですね我々からもそうしたことも共有ができるように対応できればというふうに考えています。高齢者の感染者も大阪で増えているということでありますので、病院とか高齢者施設でクラスターも発生してますから、その分の数も増えているところもありますので、いずれにしても重症化するリスクの高い高齢者への対応、それから病床の確保、こういったところで引き続き連携を取りながらですね、命を守りするというところに万全を期していきたいというふうに考えています。それから、感染拡大防止の取り組みの一環として今般、巨人軍ですね、読売ジャイアンツの菅野選手、丸選手、岡本選手、田口選手に協力をしていただき、メッセージ動画を作成をいたしました。内閣官房のホームページに掲載をしておりますが、ちょっと短いですので見ていただければと思います。声を出ない、もう初めからやってくれる？声が出ない。4人の選手からですね、メッセージをいただいて、多くの方々がですね、マスクの着用、手洗い、3密回避、こういったことに努めて、新たな日常がですね、定着するように期待をしたいというふうに考えています。
菅野さんからね。菅野選手から。いや、後でしましょう。はい、どうぞ。はい、私から以上です。後でちょっと動けば、音が出れば見ていただきます。それでは質疑に移ります。ご質問の方は挙手の方に起こってからご質問をお願いいたします。朝日新聞。朝日新聞の岡田と申します。イベントの開催制限の今後などに、今後やワクチンの、関連についてなど、今後 の分科会での検討の、見通しですとか、スケジュール的なもので大臣が今お考えになっていることをさせてください。はい、新型コロナウイルス感染症対策の分科会におきましてはですね、現在8月下旬で、開催することを調整をいたしております。ご指摘のように、一つはイベント開催の制限について、8月いっぱい上限5000人ということで、継続をしておりますが、これについてどう考えるかということについてご議論いただきたいと思っています。当然、今の感染状況の分析をしっかりとやっていただいてですね、評価をいただき、その上でご判断をいただくことになります。9月1日以降どうするかということのご議論をいただければというふうに考えています。それからワクチン接種についてもですね、海外からの、海外で開発されるワクチンについての確保など進んできておりますので、これまでの何回かの議論も踏まえて、また新型インフルエンザの時の議論も踏まえてですね、引き続きご議論をいただきたいというふうに考えています。冬以降にワクチン接種が可能となった場合に備えてですね、どういう考え方に基づいて、どういう順位で打っていくのか、そのあたりも含めてですね、ご議論いただければというふうに考えています。具体的な日程については調整中であります。他にございますでしょうか。RWJ さん。インターネット報道メディア IWJ の浜本です。よろしくお願いします。昨日16日東京都の新型コロナウイルス新規感染者は260人で、1日連続の1日に100人超えとなっています。また沖縄では人口10万人当たりの新規陽性者数が全国最多の状況が続いており、神奈川県では8月15日に1日当たりの感染者数として過去最多となる136人の感染が確認されています。このように日本各地で新型コロナウイルスの感染が拡大しているように見受けられます。また本日内閣府が発表した2020年4月から6月期の GDP の速報値は、季節調整値で1月から3月期比で 7.8% 減、年率換算では 27.8% 減となっており、リーマンショック以来の戦後最大の落ち込みであると言われています。これらの状況はテレワーク率 70% など企業への自粛要請と GoTo トラベルなど経済活性化のための施策を同時に進めるという政府の政策が招いたもので、二頭追うものは一頭一頭もえずということではないかと思いますが、西村大臣の考えをお聞かせください。あともう一点、大阪府では15日に重症者が70人となり、過去最多だった4月の65人を上回りました。東京都の重症者はここ数日20人台で推移しています。PCR 検査数や新規感染者数は東京の方が多いことを考えると、大阪府では検査数が足りていない、また実際の市中感染はより深刻なのではないかと予想されますが、これについて大臣はどのようにお考えでしょうか。はい、まず日本全体の数字も先ほど申し上げましたけれども、引き続き高いレベルでの高い水準での新規陽性者の数が報告がなされていますので、引き続き警戒感を持って、見ているところであります。特に、分科会から示されました6つの指標ですね、この前のページかな、
についてですね、特にこの医療の提供体制のところをですね、しっかり見なきゃいけないと思っておりますので、ご指摘のように病床確保が東京も 40% 台、大阪も 40% 台、沖縄は 76% ということで非常に高い数字になっておりますので、こうしたことを受けてですね、沖縄には橋本副大臣を派遣をして現地の調整に当たってもらっていますけれども、我々もこのあたり特に重症者もご指摘のように先ほど申し上げた大阪も72名ということで 38% の病床を使っているということでありますので、このあたり沖縄も繰り返しになりますが 44% ということで、このあたりの状況をこれしっかり見ながらですね、繰り返しになりますが、沖縄には橋本副大臣を派遣し、また大阪府知事とも私も電話会談を行って、こうした警戒感ですね、危機感を共有しているところであります。連携しながらですね、しっかりと命を守るというところ、病床の確保、そして必要な合わせて必要な人員の確保ですね、看護師さんが足らないという沖縄の要請にも応えていけるよう知事会にもお願いをしながら、また看護協会にも協力を求めながらですね、対応していければというふうに考えています。感染状況についてはこうした高い水準で推移をしています。いろんな要因はあると思います。クラスターがあちこちで発生しているところに、飲み会、会食、それから、大学、高校などの運動部、あるいは 寮ですね、合宿、こういったところで以前と同様な同じようなやり方でやっていれば当然感染は広がりますので、それぞれに新しい生活様式、3密を回避してマスクをし消毒をする、あるいは飲食の時もこういうアクリル板をですね活用してもらうとか、さまざま工夫をしていかないとこれはリスクはゼロにはできませんので、感染は必ず起こります、広がります。ですので事業者の皆さんにはガイドラインを守っていただく同時に、それには支援も行っていきますし、そしてさらには一人お一人の本当にご努力、工夫をお願いをしたいと、3密を回避して、大きな声を出さない、あるいは、換気のいいことを確保していく、ずっとここもドアを開けて、会見を行ってますけれども、やはりこの空気の流れが、大事でありますので、ぜひこうしたことをですね、距離を取りながら、また換気のいいところで話をする、マスクをして話をする、大声出さない、こういったところをですね徹底をしていければなと、お願いをできればというふうに思います。合わせて何か感染者が出たときにすぐに連絡が取れるように、接触確認アプリのココアのインストールもぜひ引き続きお願いをしたいと思います。1300万件を超えてきましたので、かなりの数に方にご理解をいただいております。このあと巨人軍の田口選手からもまたお願いをしてもらいますけれども、ぜひ、多くの人にインストールしていただければと思いますし、また、それぞれの県でやっている、QR コード読み取りによる通知サービスですね、それぞれのイベントや、お店がそこで QR コードを読み取って、発生があったときに、陽性者が発生したときにちゃんとそこにいた人に通知がいくという仕組み、これも有効ですので、ぜひこうしたことを活用していただければというふうに考えています。こうしたことを積み重ねることによってですね、感染防止策とそして経済社会活動との両立が可能になってきますので、みんなで新たな日常を作っていくと、昔の日常、以前の日常には戻らないということが大事だというふうに思います。企業の皆さんにもテレワークをお願いをしておりますし、オンラインの決済、オンライン会議、ウェブ会議ですね、これも引き続きお願いをしたいと思いますし、またそれができない中小企業の皆さんには、さまざまなテレワークなどの補助金も用意をしておりますので、ご活用いただければというふうに考えております。新たな日常をですね、
みんなで作っていくことによって経済活動、社会活動との両立が図っていければというふうに考えているところです。大阪の状況についても今申し上げましたけれども、高齢者施設や病院での院内感染がクラスターが発生していることなどもあり、高齢者の感染者の数が多いこと、また、重症者も多いこともあります。警戒感を共有したところで、あります。そうした治療法なども、もうすでにそれぞれの学会でも共有しているところでありますけれども、と聞いておりますが、こうしたことも含めてですね、大阪府とも連携をしながら対応していければというふうに考えています。いずれにしても、なんとかこの増加傾向をですね、減少傾向にできないか、引き続き全力を挙げて、連携しながら取り組んでいければというふうに考えています。用意できたかな。ちょっと巨人軍のこれを出してもらいますかね。声が小さい。マイクでもう一回始めからちょっとやってくれる。もう一回始めから。マイク入ってないじゃないですか。全然聞こえない。もう一回始めたい。すみませんね、段取り悪くて。動いてないよこっちが、はい、じゃあもう一問だけ誰か手を挙げておられたかな。はい、先にやりましょう。じゃあ次に角田さん。大臣、角田の宮島です。さっき大臣おっしゃってたその重症化率、死亡者が減っているという治療法というお話がありましたけど、専門家の先生方の中でやはり弱毒化というような議論もあるのかどうか、いろんな話ですけど、それからお伺いたいと。で、私が今日むしろご質問を差し上げたいのはですね、むしろ経済の方なんですけど、まあ、GDP の、 いわゆる大臣の発表があった後、立憲ですね、野党代表からはですね、歴史的な GDP の落ち込みというのはアベノミクスの失敗を示しているんだと、1年余り前から、まあ、景気はすでに息切れをしていたんだと。で、まあ、そういう中で消費税をいわゆる引き上げて、で景気が悪化しているところに今回もコロナが来たから、もってして、だからこの GDP が下がるというのはまさにそのアベノミクスの失敗にしているんだと、そういう論法なんですけど、まあ、検査任意された安倍首相はなんと怒られるんじゃないかと思うし、この論法で言いますとね、その経済再生とコロナ対策を両立しようというその大臣の発想もないと思うんですけど、コロナの不確実性ということを考えたら私は非常にこの暴論だと思うんですけど、そういう意味でですね、この今回の GDP の落ち込みというのはアベノミクスの失敗の秘訣であるとお考えになっているのかどうか、それをお伺いします。朝のあれは出せるのかな。画面出してくれる、用意してくれる。まず1点目の弱毒化については、これもあの何人かの専門家の皆さんとも何度かここのところ議論をしてきていますが、今のところそれを示すエビデンスはないというふうに専門家の皆さんからは聞いております。もうご案内の通り、2週間に1回ぐらいのペースで進化をしていくと、変異をしていくということのようでありますけれども、現時点で何か弱毒化しているということでは
を示すエビデンスはないということで聞いております。他方繰り返しになりますが、かなり治療法は定着してきたのではないかということで、専門家の皆さんも現場の声としてお聞きになられています。何かもう少しエビデンスとして出せないかということで、そのことについてはお願いをしているところであります。それから2点目の、経済との両立については先ほど来申し上げてますとおり、コロナについて言えば新たな日常をどうやってみんなで工夫しながら作っていくのか、構築していき、またそれを定着させていくのかと、テレワークもそうでありますし、オンラインでのさまざまな活動もそうだと思います。また基本的な3密を回避するとか、手間がかかりますしコストがかかりますけれども、こういったアクリル板を活用するとか、熱中症との関係もありますので注意しなきゃいけませんけれども、マスクを着用する、消毒をする、こういったことが何より大事だというふうに考えています。アベノミクスについて言えばですね、この間データも出る出ない、この間もう今朝もちょっとお示しをしましたけれども、GDP の数字はですね、2018年10月が山ということで評価をいただきましたけれども、これまでのデータではずっと上向いてきておりましたし、我々が重視をしてきた雇用の状況、それから雇用者の総報酬ですね、働いている人みんなの日本の国全体の雇用者の所得、こういったものを見ると消費は、そういったものを背景にですね、消費は一定程度堅実に推移をしてた見てきていますし、10月の消費税増税に際しては、それを、前回の増税の時の引き上げの時の反省教訓に立ってですね、十分な予算を組んで、そしてその影響が最小限になるように対応をしてきました。これは、消費税 増税分引き上げ分のうち約半分をですね、幼児教育保育の無償化に使うということも含めて、さらに、弱い立場の方々への年金の支給金であるとか介護保険料の引き下げであるとか、キャッシュレスのポイント還元であるとか、さまざまな対応で、この負担を軽減していくべくですね、対応してきましたので、それに消費税率の引き上げに加えて、台風の影響とか、さまざまありましたので、あるいは暖冬の影響もありましたので、10、12月期は非常に厳しい数字になりましたけれども、1月から2月の消費の水準含めてですね、非常に高い水準で、次という商品どこを出してくれるんでしょうか。いわば消費税率引き上げの影響を家計の消費ですね、マクロミルがいいかな、マクロミル先出します。はい、これ見ていただいたら分かっていただけると思いますけれども、確かに過去3年の幅の中からですね、10月期は消費税率引き上げもありましたので落ちましたけれども、その後のこの消費の状況を見るとですね、この間10月から11月にかけて台風の影響とか暖冬の影響もあってですね、少し落ちましたけれども、しかし12月から1月にかけては非常に高い水準の消費水準で、1月も過去3年の幅よりも上振れるぐらいの勢いで2月にかけてはありました。ところが2月の中国での武漢での感染拡大などを受けてですね、いわゆる中国からのインバウンドなどの減少を含めて、ここから3月そして4月5月と非常に厳しい状況にあったわけですけれども、そういう意味で消費税率引き上げの影響は当然ありましたし、このことはある程度想定もしておりましたけれども、その影響がこの12月末から1月にかけては薄らいできているという非常に高い水準での推移がございます。これはその、前のページ、前の前のページかな、さっきの水準があるかな、はい、家計の水準もですね、4月5月は何度も申し上げますけれども緊急事態宣言の下で低かったわけですが、1月3月期と1月2月は
かなり消費税率引き上げの影響も薄らいできて、それなりの水準で、こう推移をしてきておりました。3月以降かなり落ち込んだわけでありますけれども、その後6月はかなり戻しておりますし、まあ、そういう意味で、18年10月が山だというふうに、これは景気の一致指数から見てですね、製造業中心の数字でサービス業とか、雇用とか、あるいは GDP とか公共投資とかこういったものを含まない限られた限定された指標で山と言われてですね、評価をされて、まあ、これはそういうルールでやっておりますので、まあ、残念ながら、戦後最長の記録には及ばなかったわけですけれども、まあ、合わせて景気の判断をするにあたってその指数もこのサービス経済化が進む中で、今申し上げたような指標が入ってない中で決められてきましたので、見直しを行うということも経済学者の皆さん方の間でも、一致をしたところであります。したがってアベノミクスが取り組んできた、まさにデフレからの脱却に向けてですね、3本の矢を講じてきたこと、これは、私は正しい道であったと思いますし、その結果として、デフレでない状況を作り上げ、そして、デフレ脱却に向けて着実に進んできたものというふうに考えています。そうした中で、まあ、残念ながらコロナのショックがありですね、これはもう世界経済全体が大きな影響を受けたわけであります。大変厳しい数字ではありますが、しかし先ほど申し上げたように6月7月かなり改善の新たな兆しが見えてきております。設備投資もソフトウェア中心にですね、ぜひ新しい経済社会が進展するように期待をしたいと思いますし、私はここからが本当に正念場だと思います。ぜひ、昔の日常に戻さないと、このコロナの経験、これをですね、未来に生かしていくと、みんながその思いで、新たな経済社会を作っていければですね、必ず成長軌道に戻り、そして、再び、デフレ脱却に向けた道筋をですね、しっかりと歩んでいくものというふうに考えております。今厳しい状況ですので、苦しい状況にある企業や家計、これをしっかりと支えながらですね、しかしその中から新しい芽が私は出てきているものと思いますし、いろんなベンチャー企業も非接触型オンラインでのベンチャーも出てきておりますし、こういったことをですね、こういった企業をしっかりと応援をしながら、新たなデジタル化の中でいろんなサービスが、いろんな商品が生まれてくるように、ぜひ応援をしていきたいというふうに考えています。他にございますでしょうか。では日本新聞。日本新聞川井と申します。先ほど宮島さんからもありましたけど、ちょっとコロナとは離れるんですが、今日は総理が慶応大病院に入られました。で、体調についてはいろいろ言われてますが、大臣としてこの間聞かれている総理の体調についてご見解をお願いします。今日はこの休みを利用しての定期検診だと伺っておりますので、それ以上の詳細は聞いておりません。まあ、日々総理とも接しておりますし、この間お盆の間も総理からもお電話、土日も含めていただいたりですね、感染状況どうなっているということで、質問をいただいたり、まあ、さまざま私なりに報告もさせてきて、おります、いただいております。そういう意味で総理は、私は体力気力とも充実をしておられるという認識をずっと持っています。特に、まあ、幅広くいろんなことを、まあ、総理もいろんな方からおそらくいろんな、まあ、以前と比べて会食の機会などは減ってるんだと思いますが、いろんな方からおそらくメールなり、総理の幅広いそのネットワークの中でいろんな意見を聞かれていると思いますので、よく2人の時もまた電話でもですね、こういった意見があるけどどう思うと、状況をどう分析しているということも聞かれますので、私は総理自身やはりこの今のコロナの感染状況を常に頭に置きながらですね、いろんな幅広い方の意見も聞きながら問題意識を、強い問題意識を持たれて取り組まれているというふうに、これはもう本当に強く
感じています。だから私自身も家にいてもなかなか、なんていうか緊張感はずっと持ってますので、常に、数字も頭に入れておかなきゃいけないんでですね、そういう意味で、総理がそれだけの思いを持って取り組まれていますので、私自身も改めてですね、国民の皆さんの本当に思いに、なんとか減少させたいと、感染者をこれ以上増やしたくないと、減少傾向にさせたいと、そして経済社会活動と両立をさせたいと、生活事業これを安定させていきたいと、さらに発展させていきたいという思いにですね、絶対に応えなきゃいけないと、そういう決意で臨んでいるところであります。まあ、そういう意味で総理自身はついて何か私自身が心配しているとかということは全くありませんので、むしろ、強い問題意識を持たれて取り組まれているということを日々感じているところです。他よろしいでしょうか。動画に載せますか。はい、新型コロナは隙があれば攻めてきます。特に若い人を中心に感染が広がっています。今必要なのは一人一人がリスクの高い行動をしないこと、感染を防ぐ行動を取り続けることです。移動時にはマスクをつけ、手を洗う、3つの密を避ける、僕たちも守っています。あなたの行動があなたとあなたの大切な人を守ります。ココアをダウンロードすることも大切です。新型コロナに負けるわけにはいきません。皆さん一緒に頑張りましょう。ということで、ボランティアでご協力をいただいております、本当に感謝申し上げたいと思います。できるだけ多くの方にご理解をいただきながらですね、高齢者の皆さんはとにかくこれまでの経験からいってリスクがありますのでお気をつけいただくということでありますけれども、若い人もですね、自分たちはもう若いから大丈夫だということではなくて、中には重症化する人、あるいは後遺症が残る方もおられます。そして友人や家族やさまざまな経路を通じて高齢者にたどり着いていきますので、ぜひ若い人も含めてですね、すべての皆さんに今メッセージをいただいたような基本的な感染防止策を講じていただいて、そしてできるだけ多くの方に接触確認アプリ COCOA をインストールしてもらえればと、クラスター対策、濃厚接触者が早く分かって効率的にこれを封じ込め、コロナを封じ込めることができますので、ぜひご理解をいただければというふうに思います。改めて巨人軍の協力いただいた選手の皆さんに感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。以上で会見終了いたします。